ここから出て行ってもらえませんか、桐生一馬さん。言ってる意味がわからないな。あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間、この養護施設のこともどういう環境で育ってきたのかも全て調べさせてもらった。もちろんあなたの前の職業もね。沢村遥、容姿やスタイルは荒削りだけど間違いなく逸材、磨けば光るわ。私なら彼女をギラギラに光る宝石の中でも特別な存在にすることができる。私にあの子を預けて、必ず成功させてみせる。その条件が俺がここから去ることだというのか。人間っていうのは誰かを好きになればなるほどその人の裏を知りたくなるものなの。血液型、出身地、服の趣味や家族構成、知れば知るほど身近になった実感を得られる。でもその相手が実際は手の届かない遠い存在であるほど、知りたいという感情はより強く作用してしまう。そしてそれは相手の知らなくてもいい部分を暴きたいという感情につながっていく。遥の過去のことか。ええ、人の心ってのは無情なものなの。一度愛した人間に裏切られたと感じた時、その愛情は憎悪にすら変わる。そうは思わない？彼女を守るためなの。あなたと一緒にいた過去を消し去ることができれば、私は彼女を守れる。だから。もういい。話は分かった。返事は？俺はここから離れるつもりはない。朝顔の子供たちにとって、俺がいなくなることは幸せなことじゃない。俺は必要とされる限りここで生きていくつもりだ。それがあなたの仕事だと？仕事とかそんな軽いもんじゃない。それが俺の生きる道だということだ。用事があるんで失礼する。勝手に帰ってくれ。何にも分かってないのね。道を極めたっていう割にはずいぶん世間知らずなのね、あなた。女の子一人に夢を見させることすらできない男がカッコつけてんじゃないわよ。彼女だけじゃない。先日ここを訪れた時分かったわ。朝顔に夢はない。あなたがいる限りずっとね。どういう意味だ？私が幸せと聞いたら子供たちは皆口を揃えて言ったわ。幸せだって。確かに身寄りのない子供たちにとってここは最高の場所かもしれない。でもね、あの子たちは全員怯えている。何にだ？今だけの幸せが壊れてしまうことに。あの子たちは全員心からあなたを愛してる。でもあなたといることの幸せを守ろうとするがあまり、全てのものを犠牲にしても構わないとすら考えてる。例えば夢。子供っていうのはもっとわがままで、もっと無鉄砲で、もっと自分に忠実であるべきよ。
あなたが近くにいると、あの子たちは自分自身の夢を描けない。夢？あなたにもわかるでしょ？子供たちがいずれ大きくなるためには夢ってものが大切になるんだってことくらい。そういった幸せを維持しようとする人間と、何も持ってなくても夢を追いかける人間、どっちが強くてたくましいか。旅をさせなさい。そしてあなたも旅に出て、人のためじゃなくて自分のために探すの。必死になれる夢を。だが、彼女を私に預けてくれれば、その代償に子供たちの夢への保証をするつもりよ。施設の子全員が成人するまでの養育費、その他才能への投資、すべて私が面倒を見させてもらう。あなたは自分の代わりとなるスタッフを探して。安心して、はるかちゃんは絶対に成功する。歌手という道はあの子にとってかけがえのない夢になるわ。私の夢？どうしてそう言い切れるんだ？本当にそれがはるかの夢かどうなのか、なぜあんたにわかる？簡単よ。私の夢も同じだからよ。あんたの夢？そう、夢は必ず受け継がれていく。人から人へ、必ずね。ちゃうちゃうちゃう、何回言わせたら気すむんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。ちゃうちゃう、そうやない。違う。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らん方がええ。もうやめた方がええんとちゃうか？やります。もう一回お願いします。ほな、もう一度始めから。ええか？いい加減。はい。
まくいったよね。ああ、はい。今、蒼天テレビに出てる。ええ、そうです。沢村遥、うちのタレントです。沢村遥さんです。はい。沢村は今、うちの一押しでして。ええ、そうです。プリンセスリーグで勝てたら、メジャーデビューすることになってます。またまた、ほんまですか？いやー、その際はぜひぜひ。ええ、はい。なるほどですね。了解です。はい。そしたら失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる？え？あ、はい。ただいま。なあ、社長。いくらなんでもあと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて無理やで。時間がなさすぎる。今さら泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てろって話だったはずですよ。それが半年で、時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか。私は遥をただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。なんせこの半年、社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。なら問題ないじゃない。いや、だからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構容疑た。あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、大木田さんも遥のことを思って言うてはるんですし。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。
よし、明日もきついで。ありがとうございます。お疲れさん。社長。明日かな。はい。優勝すれば大々的にその一つ。最高。そう。東京で。東京で。ええ。そうなる。東京市。はい。つまり。ええ。あら。いや。何言って。あら。え。はい。そう、あなた、あの、その分かった。そう、あのね、アイドル。はい。そう、好き。そう、でもある日。え？ファンの愛とは一方的。そしてそう、確かに。でもそう、どうして。彼女たちは普通にいる。そう、愛情のアイドルとしての道を。でも私は、あなたはす大丈夫。あなたならき自分を。社長。ん？もしかして社長も物心。虐待。長い間誰にも愛されないか、多くの人に愛、子供だった私。明日朝9時、今日。はい。お疲れ。しゃ、もちろん。はるかちゃん。はい。よし。ほんなら。はるかちゃん、毎日頑張ってるね。いえ、私今までこういうことやったことなかったから、人一倍頑張らないと。そうか。そやけど、はるかちゃん、レッスンっていうか、芸能界自体入ってまだ半年くらいやろ。それであのプリンセスリーグ決勝まで勝ち進んでるんやもん。これってものすごいことやで。さすがあの社長が見込んだ子やな。才能ってやつなんかな。そんなことないですよ。まだまだです。今日も怒られてばっかりだったし。でも気を使ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。ああ、やっぱりはるかちゃんは笑顔がええな。そういえばこっちの学校はどう？もう慣れた？うん、どうかな。あんまりうまいこと言ってない？勉強はなんとかついていけるんですけど、あの
あまり友達が。そうか、これだけ忙しかったら一緒に遊びになんかなかなか行かれへんやろしな。はい、それとこういう仕事してるっていうのが気になる子もやっぱりいるみたいで。そんな奴ら気にすることないって。妬んでるだけやそんな。うん、でもやっぱり変なのかも、私のしてることって。はるかちゃん、僕らの仕事はお客さんに夢を与えられると思うんや。一アイドル好きとしてさ、はるかちゃんのステージほんまに魅力的やと思う。せやからっていうのも変やけど、もっと自分に自信持ってええんちゃうかな。私はアイドルですってなんて、はるかちゃんより怒られてる僕が言うても説得力ないね。そんな。はるかちゃん、僕はマネージャーとしてまだまだ半人前やけど、これから精一杯サポートするから。頼りないかもやけど、しんどなったら何でも言うてな。はい、よろしくお願いします。堀江さん、こちらこそ。明日からよろしくね。あ、ちょうど着いたね。さあ。はい。ほな。今日も頑張らなきゃね。あれ？え？あかりだよ。夏川あかり。あ、こ、ま、え？うん。そ、前から、うん。で、えん？だってさ、そ、私は夏川あかり。もちろん。あ、うん。あやだ。いや、まっす、だ、お、うん、はる、うん、その他、それ、え、うん、ど、うん、みんな、ダンス部、そ、そうだ、え、うん、だ、で、いい、だ、お、はじ、も、お願いします。行くよ。No mystery, I know you heard of me, cause
おはよう、はるかちゃん。そうか、じゃあ、はる。よし、まずは何と言っても。よし。ありがとうございます。何話そう。
しくお願いします。ありがとうございます。何話そう素敵じゃん。ありがとうございます。かわいいんだろうな。沢村遥です。健康的だね。ありがとうございます。何話そうマジ好きだから。ありがとうございます、緊張する。沢村遥です。いつも全力だよね。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。緊張する。よろしくお願いします。オーラあるね。お疲れ様。さて、か、そ、はい。化粧水。どう？そ、そ、皮。うん。何？うち。あ、そっか。さ、さ、お、準備が。沢村遥行きます。撮影完了。もう終わり。失敗しちゃったね。スーパーモデルを可愛いねちょっと照れるね。スーパーモデルを可愛いねちょっと照れるね。お疲れ様。これで決まり。これで決まりです。楽しみだな。沢村遥行きます。変なの。撮影完了。失敗しちゃったね。出来上がり。は？変なの。全て終了だよ。お疲れ様。これで決まりで決まりです。目から水が。沢村遥行きます。撮影完了。失敗しちゃったね。
変なの。こんな感じだよ。失敗しちゃったね。すべて終了だよ。お疲れ様。緊張する。沢村遥です。マジ好きだから。またまた、ありがとうございます。何話そう。かわいいっす。ありがとうございます。何話そう。沢村遥です。応援してるぜ。ありがとうございます。何話そう。ちょっと待ってね。笑顔がいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥です。素敵じゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張する。ちょっと待ってね。え、あったかいね。そんなことないですよ。ありがとうございます。緊張する。よろしくお願いします。ちょっと待ってね。彼女になって。またまた、ありがとうございます。かわいいんだろうな。沢村遥です。あの夢
うまくいったよね。レッツスタート。大阪蒼天堀にある脇道、この閑静な脇道を走り抜ける。
まくいったよね。真剣勝負よ。いけないよ。よし、やるね。やった。やるね。力みすぎだね。力みすぎだね。力みすぎだね。
負けないよ。力みすぎだね。やるわね。レッツスタート。大阪蒼天堀にある道、このにぎやかな道を全力で駆け抜ける。うまくいったよね。そうや。あ、おっとった。ほら、あそこにおるのが番組 P の万田さん。行こう。あ、まずいな。 T セットの二人や。うちから大阪芸能に移った。いや、やっぱり何でもない。じゃあ万田さん、決勝戦もよろしくお願いします。オッケーオッケー。 T セットは今一番数値取れるからな。じゃあ今日も頑張ってや、舞ちゃん、あずさちゃん。またな。失礼します。どうも万田さん、大のチェアの堀江です。本番前にご挨拶をと思いまして。熱っ。え、あ、
大事な決勝戦前やってのに、随分なご挨拶やな。何やってんの？ちゃんと前見て歩かないと。ほんと、気をつけた方がいいですよ、ダイナチェアさん。すみません、マンダさん。あ、その、ほんまに、何と言ってええか。一度のミスで全てを失うこともある。それにな、君はもっと同世代の人間からも愛されるようにならんとな。ほんまにすみませんでした。ほら、はるかちゃん、何してんの？君も謝り。あ、すみませんでした。決勝戦でミスせんといてや。うわ、なんでこんなことに。この焦げ。あ、え、あれじゃさ、よく映んないよね、あいつら。あ、堀江さん、言った方がいいんじゃない？言おうよ。そうだね、どうしよう。おい、待てや。言った。ちょっと何何言うてるんや。さっきうちの遥に足かけたやろ。どういうつもりなんや。ちょっと話してよ、中井さん。ダイナチェアさん、何やっとるんですか、うちのタレントに。あ、いっほん、みょそ、おたく、うちがなん、そ、堀江さん、ちょっと待ち、この腕なに。沖縄。は？沖縄です。ないけど。いいですよ、沖縄、海は綺麗だし、ストレスいっぺんに吹き飛びますよ。ちゃんとおすすめスポット教えますから。は、はあ、さあ、堀江さん。オーケー。はあ、何それ。なるほど、もうやろう。はあ、さわむ、ムカつく女。そ、ティーセット、そ、そん、そやから、そ、ちょ、え、あの、本当に時間がで。なるほど。さてと、衣装は、メイクなんかは、僕は。どう？はい。じゃあ。と。うん。よかった。だ、あと、大事、案内。はい。どうぞ、失礼します。はい。ご機嫌いかがでしょう？タイム、司会のドルチェ神谷です。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは
決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。決勝の対戦形式はライブバトル。両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド、第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド、第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち見事優勝したアイドルには大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか。 OK、 そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和の取れたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中、連戦連勝のスーパーアイドルユニット T-SETキャッカル乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村アルカ、さあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディーゴー。あの夢も憧れも落書きのまま。Yeah.
はるかちゃん、Tセットの2人、お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただし、このステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？見事第一ラウンドを制したのは、沢村はるかだ。おめでとう、はるかちゃんの魅力全開のライブだったね。はい、ありがとうございます。全てを出し切った、そんな感じの。めっちゃいい顔してるね。はい、始まる前はすごく緊張していて、でも始まったらワクワクした気持ちが抑えきれなくて、あっという間に時間が過ぎていきました。応援してくれたファンに一言どうぞ。こんな大勢の方の前で歌ったのは初めてだったので、すごく緊張したんですけど、観客の皆さんに選んでいただけてすごく嬉しいです。第2ラウンドも今日のパフォーマンスを超えられるように頑張ります。はるかちゃん、サンキューです。プレッシャーをうまく乗り越え、自分のものにしたはるかちゃんの今後の活躍が楽しみです。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし、残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 やったよ。すっ、そしたらほんまは全然。そしたら、ありがはい、忘れる。あれ、これどうかした？よし、まずこう。わかる。うん。いいか、想定堀江。いや、言っておいたはず。いい、いい。だが、でも、あの割り、はるかには二度。遅い。す、ね、はい、よっしゃ。ふん、ありが、安心、つい、起きたはん。
ああ。アホ抜かしとんちゃうぞクソババア。ダンスのことなんか何もわからん素人がプロの仕事に口出しとんちゃうぜ。オギタ、あんた誰に向かって口聞いてんのか分かってるの？うっせえ。分かった、クビよ。今すぐやめてもらう。俺をクビにしてあの田舎者のガキがまともに踊れるようになるとでも思っとんのか。俺がいるからなんとか様になってんだろうが。あんたよ、金払ってる人間が一番偉いとでも思っとんちゃうんか。大間違いやで。残念だけど間違っているのはあなたの方。この業界ではね、金を払ってる人間が一番偉いのよ。何？こっちは使えないと思えば切り捨てるだけ。金さえあればあんたの代わりなんていくらでもいるわ。こんな。いつまでそこに突っ立ってる気？さっさと消えなさい。邪魔よ。時間がもったいないわ。なっ！てめえ。薬金。きっちり払ってもらうで。違約金？そんな契約してないわね。私が依頼した業務を全うできなければ報酬は全てカット。ちゃんと契約書を読むことね。なんやと？契約はちゃんと。そういえばお前、直前で契約書を一部変更するって言っとったな。その時まさか。文句があるなら弁護士を通してちょうだい。ふざけんな！殴らないの？くせえ！荻田さん！ハリエ！放っておきなさい。社長。社長大丈夫ですか？すぐに冷やさないと。待ちなさい、ハルカ。え？ハルカ、ホリエ、あなたたちにやってもらいたい仕事ができたわ。何でしょうか？聞く。ええ、これでも。だ。あ、すみ。今詳しい。そのここまで。いや、クリス、どうやら。でもクリスティ無事。ホリエ、ああ、やって。わかりました。ハル、あ、まずクリスティ、このわかりました。行こう。はい。ま、
クリスティーナ。あれ、それはして、それにプロ、どういうこと。実はさっきダンサー仲間からクリスティーナが蒼天堀に来てるって。でもえ、クリスティーナさん、私どう、今度これなら。ちょっと、はるかお願い。私いいです。は、ええ。ちょっといいか、どちらに。つまどう。いえ。よろしくお願いします。行くよ。あなたとならいいお話。クリス、確かに言ったはずです。今日は気分がいいので一つだけを。何。ダンスは心。私は数えきれないほどの王で、でも毎回それは踊れて1ミリのズレもない計算でも、それ人に見と。なん、あ、もし明かり追いかけては今の。でもそう。え、それ私が。なる、クリスティ、いいでしょう。なるほど。どうですか。え、はるか。ありがとう。どう。踊る、成功する、ご期待に。ダンスで彼女のなら。クリスティーナ。はるか、お願いします。しゃ、今日のところはこれで。本格的なレッスンはいいですね。はい。クリ、あのせい。いや、ただえ、ハル、あ、
どうぞ。失礼します。失礼します。仕事っていうのは他でもないわ。あなたたち、私から短い。わかりました。はい。はるか、近くに来て。あなた、自分、なにこの、それに、これじゃダメよ。次から、す、堀江、す、まあ、いいわ。す、化粧は女の身だしなみ。ブスだってメイクで可愛くなるの。あなたがうまく化粧できるようになれば、もっともっと綺麗になれるのよ。服だってもっとおしゃれなのを選ばなきゃ。今の自分で十分可愛いなんて思ってたらダメ。可愛いなんて思ってません。思ってなかったら少しでもマシになろうと一生懸命お化粧するはずなの。見た目を少しでも良くしようと努力するものよ。この世界に入った以上はもっと美に貪欲になりなさい。何かおかしい？嬉しいんです。怒られたことが？こんな風にお化粧してもらえることなんてないと思ってたから、すごく嬉しいんです。女の子には母親が必要よね。はるか、今度流行ってるお店に連れて行ってあげるわ。可愛い服見繕ってあげる。本当ですか？私は言ったことは必ず守る。今までもそうだったでしょ。できた。しっかりやってきなさい。はい。ありがとうございました。それじゃあ、蒼天君、先に僕は。はい。